挨拶ロストインパラダイス、どうもクロです。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日は月曜日ということで、買いましたジャンプ呪術廻戦は表紙&関東から、そしてこの表紙、皆さんあれと思いませんでした？今週号の引き、アイタドリくんが宿儺に黒線ぶちかましたアングル、めちゃくちゃ似てますよね。絶対意識されてる。ということで今日は現実世界でも漫画の中の世界でも情報量多すぎ、劇場版呪術廻戦外局玉折編もやるということで、これらに関してはまた別の動画で触れていきます。とにかく今日は野原ちゃんお帰り、頑張ったね。そしてこの最高潮のタイミングで直屋5位、なかなか書き消されてましたがおめでとう、トレンドりましたね。ということで、まずは話題になっているこちらの関東から、僕も最初読んだ時に何このワンちゃんと思ったんですけれども、これ、フジファブリックさんのクロニクルのジャケット、これが元ネタということで、フジファブリックさんといえば、ボーカルの志村さんが亡くなってしまって、その命日が12月24日、そして29歳ということで、偶然にも五条悟と年齢、そして命日が一緒、さらにフジファブリックさんは来年2025年で活動休止、ということで節目だったりもしますし、いろんなものが重なった今、刊末コメントでは芥見先生コメントされてますが、もろもろの意味も込めてクロニクルですということで、これはもう芥見先生なりのリスペクトの気持ちでしょう。ということでこれまでしていた考察ほぼほぼ的中でしたね。乙骨くんと五条の入れ替わり修行中の出来事、宿儺の指最後の一本をくれということで、宿儺の指の最後の一本は五条悟が持っていた。これは以前に宿儺がおそらく最後の指は五条悟が持っている、このように推測していたんですが、以前ね、乙骨くんが最後の指見つからなかったでしょうということで、あ、五条じゃなくて乙骨だったんだ、こんな流れになっていたんですが、今回それがブラフだったということで、宿儺の読み通り本当は五条悟が持っていた。で、乙骨くんはその五条悟が持ってる最後の指をリカちゃんに食べさせて宿儺の水紙をコピーしますと。五条的には確かにコピー条件は満たせる、ただ水紙の術式情報の解析には足りないんじゃないということ、さらにここで宿儺とのつながりを失っちゃうのはもったいないんじゃないと。ここですよね、五条悟が言っている賭けだよ、はかり風に言うと熱かなということで、もうこの時点で五条悟の頭の中には釘崎野原の復活、これ頭にありますよね、この言い方。そして乙骨くんは五条にそれに水紙をコピーしたいなら…という風に言われて場面転換。これ乙骨くんは五条に虎杖くんの指を使えばコピーできるよっていう助言をもらったんでしょうね。さらに僕たちが今まで抱いていた謎、乙骨くんの術式のコピー条件は以前に宿儺が言っていたように相手の体の一部を取り込むこと、今回それが乙骨くんの口からも語られました。やっぱりそれがコピー条件だったんだけれども、それは術式のレベルだったり摂取部位によってコピー対象や使用回数も変わるということで、以前シャルルくんの術式乙骨くんコピーしていたのに、シャルルくんは普通にペーパービュー見ていた。え、シャルルくんは何を失ったの？疑問が出ていたんですけれども、今回シャルルくんは肋骨の一部を一時的に失っていたと。これは条件によって変わるものだった。さらに反転術式が使えるキャラクター、そのキャラクターの腕を食って反転術式で腕を回復、これは腕が回復した時点で元々コピーしていた方の呪術的価値はゼロになってしまうということで、そういう都合のいいやり方はできないっぽい。さらにここ前回も触れましたが、虎杖くんがどこまでの情報を知っているのか、というのも虎杖くんと宿儺は二神同体だったということで、虎杖くんの情報が無意識に宿儺に流れちゃう可能性がある、これを以前東堂メイメイは危惧していました。だからこそ東堂は虎杖の前に現れなくて、ここぞというタイミングで現れた、そのことについてもしっかり触れてくれてますよね。だからこれを実践するのは宿儺と戦う直前ですと。そして今は戦闘直前の虎杖くんを動揺させたくない。虎杖くんにはあまり革新的なことは伝えられていなかったっぽいんですが、虎杖くんの体には宿儺の術式が刻まれているということ、だから虎杖くんの指を使って宿儺の術式水紙をコピーすること、これはね乙骨の口から伝えられていたっぽい。ただその先ですよね、前回も言っていた釘崎野原の復活を虎杖くんは知っていたのかどうなのか、はい、これは流れ的にも知らなかったっぽいよね。そこについてはまたこの後触れます。ということでここは考察通り、虎杖くんの破壊された腕、その中から欠損していた薬指と小指、小指に関しては宿儺さんが伏黒に移行する時にブチ切った、そして薬指もなかったということで、乙骨くんが以前に宿儺に言っていた最後の指、リカちゃんは宿儺の指を食って水
水紙をコピーしていたわけではなく、イタドリくんの指を使って水紙をコピーしていた本当の最後のスクナの指はこちらのダムに保管されていた。やはりオッコツくんが使ったとされていたスクナの指、これがミスリードだった。そしてこれてっきりね、このダムにおじいちゃんと歌姫がいるということで、これそろそろリンクでバフをかけてこの破壊できない特級呪物をぶち壊すんかなと思いましたが、縛りでしたね。スクナの戦いで身に染みた縛りめちゃくちゃ便利でー、もう待ちに待ったよね。少し前に、イタドリくんとスクナの魂のやりとりで、イタドリ・ワスケ、吉野純平、ナナミン、釘崎のばら、長宗、五条というね、イタドリくんとゆかりのある死んでしまった人々が描かれていて、その中にのばらも映っていたということで、あ、これ描かれ方的にダメかもしれない。ただ、のばらだけに光が差している。諦めたらそこで試合終了ですよということで、わずかな炎を消さなかった結果、釘崎のばら再登場。しかも、喜べ男子どもということで、野原の初登場、喜べ男子こう言ってんよ、ここと同じような登場、そしてアスカみたいな眼帯野原、しかもこれ野原ちゃんもう都合のいい女ですよね。はい、これ言い方悪く聞こえてしまうかもしれないんですけれども、野原ちゃん彼女が目覚めてから半刻も経っていないことですということで、一刻が約2時間くらいということで、その半刻、まあ1時間前くらいに目覚めて全ての状況を理解して、はい、これいろいろあります。自分がね吹っ飛ばされてから日本全国もとんでもない状況になってる死滅回遊、そしてスクナがイタドリの中から出て恵みを乗っ取ってしまったよ、そして恩師の五条悟る死んでしまったよ、全てを理解した上での野原すごすぎるよね。今回の呪術回戦の情報量、僕ら読者も無料空所食らってますが、それ以上の情報量野原ちゃんは1時間前に受けて全てを理解して友なりをぶっ放してるということで、これ尋常じゃないよね。精神力、野原の友なりは魂を打ち抜く、六本木の呪霊ビル、八十八橋、渋谷事変と相手の体の一部や分身に友なりをぶち込んできた流れ、それが今回最終決戦でも描かれた。さらにここおパッピーだよバカ野郎ということで、これ過去に野原ではなく虎杖が伏黒と野原に死んだと思われていた展開、少年院で虎杖雄二は死亡したと思われていたけれども、二月後死んだと思っていた動機が復活し、五条悟にそそのかされておっぱっぴーで登場、だらすべり、こんな流れありました。言ってしまえばそこのお返しですよね。さらにその時に五条悟が言っていた二月後死んだと思っていた人間が実は生きていたなんて術師やっていてもそうそうないよ、そこのセリフも虎杖のことでもあるし、今読み返すと釘崎の伏線っぽくも感じる。呪術回戦の最終回はゼロ巻の後書きにもありましたが、すでに決まっています。芥見先生は2019年のジャンプフェスタの時点で、呪術回戦の最後の流れ、主要キャラ4人のうち1人だけ死ぬか1人以外全員死ぬかっていうことを初期から言っております。そんな序盤から仕掛けられていたあれこれの回収、これ芥見先生めちゃくちゃ筆乗ってますよね。もうずっとここ書きたかった展開でしょうね。はい、野原ちゃん推しの方々おめでとうございます。五条悟が獄門教に封印されてから全然出てこないやんと、やっと五条悟出てきたとなっていたあれよりも長かった出てこなかった期間、野原もうこれは最高潮の展開でしょうということで、直哉の語彙も霞みますよね。こればっかりは仕方ない。さらに今回も渋谷事変と同じく、まあ、人に野原のね友なりがフィードバックした時に、虎杖くんは釘崎の気配を感じ取っており、ありがとう釘崎、俺は一人じゃないとそう思わせてくれて、このような独白があったんですけれども、今回虎杖くん目に涙を浮かべてるということで、今回も野原の気配感じてますよね。スクナが友なりを食らったということで、前回スクナは領域展開やりかけて領域展開勝負に持っていこうとしてましたけれども、そこで友なりを食らってしまったもんですから領域展開勝負ができない、つまり虎杖くんの領域展開に付与されてる必中術式解、これを食らってしまったと。これは魂の境界を分断する解ということで、以前スクナさんはこれ食らっておえと指3本吐いてました。今回もねそれを食らっておえと指を吐く、これ指なんで3本なんだろうねっていう話もありましたが、まあ、ここはスクナの体が致命的なダメージを食らい体が耐えきれなくなっているという表現でしたね。でここだよね、イタドリくんがスクナのことぶん殴ったと思ったら時間差で2度の衝撃、ここで決定点来るのと
はい、虎杖君の悪癖から生まれた警定犬。しかし渋谷事変で虎杖はその警定犬をものにしていた。けれども最近は赤血槍術だったり反転術式だったり謎の腕だったり宿儺の術式解だったり、その警定犬の存在は今の今まで忘れ去られていた。けれどもこの最後の最後のタイミングでものにしていた警定犬、二重の衝撃、これによって宿儺の隙を作り、宿儺決着をつけよう、巡る呪いに、ということで、もう呪術回戦だよね。もう直接は書かれてないけど、これタイトル回収のようなもんですよね。そして腹に黒線を食らわすということで、今回の表紙、これめちゃくちゃ今回の腹にあった黒線の構図、カムトケこそね、もう火車に没収されてないですけれども、確実に今回の引きの激アツ展開が反映されてるでしょうということで、長き戦いに終止符を、めちゃくちゃかっけえ煽りとともに、神外魔境新宿決戦超クライマックスということで、前回月曜に動画を上げてから、その夜にあと5話で呪術完結することが発表されました。その時には、え、本当にあと5話で終わるんですかと思っていたけれども、この展開見たら、うん、終わりそう、シンプルにこう思った。ということで、野原ちゃんお帰りなさい。作者が芥見ゲゲ先生ということで、もちろん不安な部分もありましたが、やはりこの最後の最後は週刊少年ジャンプの王道展開、これぞジャンプ漫画となりましたよね。もちろんこの喜びだったり他の呪術情報満載ということで、一本の動画ではもちろん収められませんということで、またこちらに関しては個別で動画も撮っていきます。ぜひ皆様の喜びのコメント、感想、考察、ぜひ下のコメント欄で教えてください。野原の復活待ちわびたと思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では